帰ってきた三橋貴明の明るい経済教室李三でございますけれども、今日はね、貨幣の、最も我々が使っているものについて解説したいんですけれども、お分かりですかね。実は私たちが社会において使用している貨幣の中で圧倒的なシェアをですね占めるのが銀行預金です。銀行預金なんです。現金紙幣じゃないんですよ。ちなみに現金紙幣は、直近だとだいたい日本全国で110兆円ぐらいかな使われてる、100兆円強、流通してるんですけども、銀行預金の方は1000兆以上なんですよね。1000兆。でこれおかしくないですかと。要はいわゆる商品貨幣論の方とか、あるいはその旧世代の経済観をお持ちの方、こう説明しません？私たちが現金紙幣を銀行に預けて、それで預金ができますと。で、今度下ろすと預金が消えますよね。当たり前だけど銀行の預金消えますよということ、銀行はお金、現金紙幣集めて貸し出してるんですよとか、そういうことを言う人結構多いんだけど、おかしくないですかとなんでじゃあ銀行預金の総額って現金紙幣の10倍とか10倍以上だけどねになってんですかということで、実は現金紙幣と銀行預金で全然関係がありません。関係がありません。たまたま銀行は自分が発行した銀行預金を引き出す、現金紙幣で引き出したいと言ったお客さんに、はい、じゃあ現金紙幣と日銀から入手した現金紙幣渡してるだけなので、はい、で銀行預金っていうのはさすがにお分かりでしょうけどね、こんな感じで生まれます。超簡単ですね。はい、例えば皆さんが銀行から3000万円お金借りたいって言った時に、銀行が皆さんの通帳のお預かり金額に3000万円と書くだけ。昔はこれ万年筆マネーって言ってたんですけどね、万年筆で書いていたから。今はねキーストロークマネーって言います。キーボードで打ってるからでしょうね。はい、キーボードも打ってないような気がするけどね、はい、コンピューターがカチャカチャカチャとこれ3000万円って書くだけですね。で銀行はつまりは、例えば実際にね、その BIS の制限とか、あるいは銀行準備制度とかの多少の縛りはあるんですけどね、多少というか縛りはあるんだけど、そういう縛りなかったら論理的には無限に銀行預金を発行することが可能です。借り手がいる限りということなんです。ということで銀行預金は現金紙幣と全然無関係に、銀行がお客さんにお金を貸し出すことで生まれるマネーなんですね。貨幣なんです、銀行預金。でその銀行預金と、現金紙幣、皆さんが普通に使っている現金紙幣、大体もちろんクレジットカードとか最近のキャッシュレス決済のポイント云々とかいろいろあるんだけど、基本的に我々が貨幣って認識しているのはこの2つじゃないですか。現金紙幣と、銀行預金ですね。あ、ちなみに硬貨についても、そのうちやろうと思ってるんだけど、硬貨は実はあれ貨幣じゃないんですけどね貨幣じゃないんだけど、その話はちょっと今日置いといて、現金紙幣と銀行預金と。でこの2つが社会に流通してるってことで、この2つの動きを見ると、その社会全体の通貨供給量の動きっていうのが分かるんです。それをマネーストックって呼びます。これが日本のマネーストックの推移ですけれども、これマネーストックもいろいろあるんだけど、これ M2 っていうのを使ってます。で最後に、最後というかこの今年の春ぐらいからカクンとこうマネーストック入れてますけど、これ別に現金紙幣日銀がばらまいたわけじゃなくて、銀行預金が増えたんです。でこれなんで銀行預金増えたんですかということですが、これは誰かが借りたからですね。で誰が借りたのか、それは政府ですよ。政府が第一次補正予算、第二次補正予算で国債発行してお金借りて、で銀行が振込指示を受けて、皆さんの銀行預金の口座残高を増やした。この瞬間にマネーストックがポンと増えます、ポンと増えますということなんですけどね。でここでポイントっていうのは、いやマネーストック増えたじゃねえか、ここ増えてますね、景気いいんじゃねえのって話にはならんよということなんです。ならんよと。なぜかというと、景気ってのは究極的には GDP の増え方ですよ。 GDP、 皆さんが働いて財やサービスを生産して、それに消費や投資として支出が行われて所得を得ましたと。この流れがですね、流れというか回転だね、回転が拡大するっていうのが、いわゆる GDP の成長、経済成長なんですけど、ご存知の通り、コロナ危機によって我が国のGDP は、厳密には消費増税以降ですね、昨年の消費増税以降、10月12月期落ちて、1月3月期落ちて、4月6月期落ちてという形でですね、とてつもない
GDP のマイナス成長が続いているんですが、貨幣の発行量は増えてるんですよね。特に4月6月期なんてとんでもないマイナス成長でしたけども、これ貨幣の発行量増えてる、まあ、通貨、つまり通貨供給量だね、通貨供給量が増えてる、通貨供給量増えてる。これどういうことかというと、要は政府が例えばいっぱいお金借り入れて、あるいは企業がいっぱいお金借り入れて銀行預金が増えたとしても、つまりマネーストックが拡大したとしても、消費や投資に使われなければですね、 GDP 増えないってことなんですよ、はい、だってそういう定義なんだから。 GDP が例えば皆さんが銀行からお金を借りた、その瞬間にマネーストックが増えます。ドーン、預金が生まれます。ゼロからポーンって。その借りたお金で例えば土地を買った、株を買った、為替を買った、外貨だね。で、土地も株も外貨もこれは財やサービスじゃないんですよ。誰かが生産して生み出した財やサービスじゃないんです。土地なんて花からそこに、まあ、国土にあるものであって、で株っていうのはあれは資本でしょ、企業の資本ですね。で為替っていうのはそれこそ通貨ですよね、ただの財やサービスじゃないよね。ということで、そういうものに皆さんがダーッとお金借りてつぎ込んでもですね、これ GDP 増えないんです。GDP 増えない。ということで、まず皆さんの誤解解きたいのは、いわゆるリフレ派が言っていたマネタリーベース、日銀の発行する日銀当座預金を増やせば、GDP が増えてデフレ脱却できる。これ嘘でした。もうこれは証明しました。で、次の段階として、マネーストック、銀行預金が増えたとしてもですね、それだからといって需要が拡大してデフレ脱却できるとは限らないんです。この需要というのは GDP ですからね、要は。ということで、最終的にはまあ当然マネーストックが増えてほしいんだけど、そこで借り入れられたお金とか、あるいは皆さんに支払われたお金とかが消費や投資に回ると、すると財やサービスが購入されるから GDP が増えてデフレ脱却できるという、こういう段階があるわけなんですよね。この辺をなんかみんな無視して、例えばマネタリーベース増やせばデフレ脱却できるとか、いやマネーストックが増えればいいんだと、まあ、そういう時もありますよ。でも現実にはですね、論理的にはそれは成立しないんです。マネーストックが増えたとしても、銀行預金がいっぱい発行されたとしても、つまり皆さんが借り入れたとしても、それが財やサービスの購入に回らないんだったらば GDP 増えない、つまり需要が増えない、デフレ脱却できないということで、結局のところデフレ脱却のための一番の近道っていうのは、政府が国債発行して、そして支出をする、財やサービスを買うと、まあ、これなんじゃないかなと思いますね。一番の手ですよ。他にもいろんなことやっていいんですよ。減税とかいろんなことやるべきだけど、一番の究極の肝は、するとマネーストック当然増えます。支払いを受けた企業の銀行預金残高増えるから、同時に財やサービスが買われてるから GDP が増える、すなわち需要が増えるって形でデフレ脱却につながるわけなので、ちょっとこのマネタリーベースね、日銀当座預金、ほぼ日銀当座預金、さらにはマネーストック、銀行預金です。そして GDP、 この関係をちょっと整理していただきたいんで、今日はまあ貨幣の一つである銀行預金を中心に取り上げてみました。はい、以上です。ありがとうございました。